Fine-Tune Radio with Rachel Chan。 こんにちは、レチェルちゃんです。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日はネガティブな感情が教えてくれることについてお話ししたいと思います。 Fine-Tune Radio with Rachel Chan。 ラジオの好きな番組を選ぶように、自分が好きな人、物、ことを選び、楽器のチューニングをするように、心のチューニングができたらいいですよね。そんな心が1ミリでも軽くなる、リラックスする時間になれたなら嬉しいです。よかったら今気になっていることだったり、大切に思っていることをコメント欄でシェアしてください。で、1曲お送りした後に皆さんのコメントをご紹介しています。こんな名前で呼んでねっていうのがありましたら、ラジオネーム〇〇ですと冒頭に書いてください。で、もしこの部分は声に出さずに読んでねっていうのがありましたら、ここから先はオフレコでっていうふうに書いてください。基本普通のラジオ番組のように、いただいたコメントはすべて声に出してご紹介しています。さて、今日はですね、ネガティブな感情を抱いた時って当然心地よくないですよね。なんか嫉妬したりとか、イラッとしたりとか、モヤモヤしたりとか、不安になったりとか、そういうネガティブな感情はどういうものを、どういうことを教えてくれるのかっていうことについてお話しします。まず、なぜネガティブな感情が生まれるかというと、私たち本来はですね、生まれてすぐの状態は愛の塊、Pure Positive Energy って英語で言ったりしますけども、愛の塊として、愛する存在として、愛される存在として生まれてきたんですよね。で、その時点ではネガティブな感情だったりっていうのはまだ教わっていないんですね。なんで、もともとは愛の存在である。なんだけど、その本来の自分のそのチャンネル、愛のチャンネルとずれた思考だったり、ずれたものに対してフォーカスすると、自分本来のものじゃないですよって、チャンネルが違いますよっていう形でネガティブな感情が起きてくるんですね。なので、この番組でよく言うこのチャンネル合わせと一緒で、そしてチャンネルがずれてますよと教えてくれるインジケーター、指標が感情なんですね。で、ネガティブポジティブって言ってもですね、その大小いろんなレベルがあるんですけども、マイルドなネガティブ、多少ちょっと違和感を感じるから、うわ、めちゃめちゃこれ嫌ですっていう強い感情と幅が広いんですね。で、ポジティブも、あ、なんとなくいいかもから、うわ、めっちゃいいじゃん、これすっごい好きみたいな、幅はそれぞれあるんですけども、いずれにしてもその指標となるんですね。自分の本来の姿からずれてますよっていうのが、ちょっと違和感だったり、肩こりもそうですけども、ちょっとしっくりこないなとか、モヤモヤするなとか、あるいはめちゃくちゃ怒ってるとか、不安とか悲しみとか嫉妬とか、そういうものが、あ、離れてますよっていう状態ですね。で、あ、これすごいホッとするとか、あ、なんとなく癒されるとか、ありがたいな、好きだな、わー、これめっちゃ愛してるわとか、好きやっていうね、そういう感情が自分本来のチャンネルに近いですよって教えてくれるのがまず1点目ですね。で、2点目なんですけども、このネガティブな感情を抱いちゃいけないってすごくね、なんとなく思ってしまうケースがあると思うんですけども、これは指標、単なる指標なので、あ、ずれたんだなっていうことで、ネガティブな感情を抱くのは悪いことじゃなくて、ちゃんと自分のインジケーター、指標が働いてますよと、稼働してますよと教えてくれてるので、実は悪いことじゃないんですね。ただ、ネガティブなチャンネルに合わし続けると、日常でそれが起きて、まあ、反映されるんで、その放送が流れてしまうので、再放送とかね、似たようなチャンネルがどんどん AI じゃないですけど、放送されてしまうので、それは自分にとって、まあ、もったいないというか、それが心地よいものじゃなかったら、好きじゃないチャンネルだったらあんまり望まないことなんですが、一瞬感じて、あーっていう風なことは悪いことじゃなくて、あ、ずれたずれた、じゃあ好きなチャンネルに合わせようっ
ていうね、教えてくれることなので、ポイント2としてはネガティブな感情が出てきた、湧いてきたっていうのは悪いことじゃない、そこに居続ける、チャンネルを合わせ続けることが、まあ、自分が望まないんであればそれは速やかに変えた方がいいですよっていうことですね。で、3つ目のポイント、本当に自分がやりたいことってなんだろうって、意外と自分の夢とかがわからないんですとか、何がしたいのかわからないんですっていう声を聞くことがあるんですけども、その時にそのネガティブな感情が、さっき感情が指標ですよって言ったのと同じことなんですけども、その自分の本来のチャンネルと一致してない場合にネガティブな感情が芽生えるので、例えば誰かがすごい上手に歌を歌ってたとします。で、習い事で仲間が上手に歌ってて、うわ羨ましいなとか、ちょっと嫉妬って言ってもマイルドな嫉妬、すごいもうネガティブな嫉妬じゃなかったとしても、マイルドな嫉妬だったとしても、それって本当は自分も歌をやりたい、上手くなりたいっていうこの指標なんですね、教えてくれてることなんですね。あとはよく例えば、ま、SNS とかでも、ま、YouTube もそうですけども、いいね、良くないねボタンがあるんですけども、私はあえてそのいいね、良くないねを押す環境あんまり好きじゃないんですね。なぜならその本当は良くないねボタンを押すっていうのはその人にとって得にならないんですね。押した人にとって運気も落ちるし、いいことが返ってこないので、本当はそういうものを用意しない方がいいなとは思うんですが、つい誰かの映像を見たり何かを見てモヤモヤっとしたり、思わず良くないねボタンを押してしまう人がいたとしますね。で、その場合はですね、本当はその見たものを欲しているっていうね、そういうことは実は本当は深層心理で深い部分でやりたいのに自分ができていないとか、自分が我慢していることだったりもするので、そのそういう感情が芽生えた時とか、なぜこの映像を見てとかこの写真を見てモヤモヤするんだろうっていうのは、本当は自分はそっちをやりたかったけど諦めたとか、本当は心底こうその例えば本当にめちゃくちゃ素直になったらもっと人に甘えたいんだけど自分は甘えられなくて、甘え上手な人を見るとイラッとくるとかね、そういうすごいいろいろなんだろうな、いろんな玉ねぎの皮レイヤーで隠してきて、すごい深く隠してきて埋めてきてしまって忘れているけども、本当は自分がこれが望みなんですっていうのを教えてくれるんですね。なぜなら甘えたいなっていう願望が特にない人は甘え上手な人を見ても何とも思わないんですね。例えばすっごい勉強ができる人を見ても、私とか特にそうなんですけど、授業とか学校生活小中高と特に勉強ができる人とか高い点数が取れる人とか成績がいい人に対して何とも思わないんですよね。自分はこんなに、10段階の位置とかもね学生時代取ったことあるんですけど、それに対して何とも思わないんですね。親に怒られるっていうか、なんでこんな成績取っちゃったのっていう、で妹がすごくちゃんと勉強が好きな人なので成績良くても別に全然気にならないんですよ。なぜなら自分の道はそっちじゃないし、自分がやりたいことはそっちじゃないというのをどこかでね無意識に分かってる部分があったので、学問とか成績に関しては全くもうコンプレックスのこの字もないぐらいアンテナに刺さらないんですね。ただ例えば英語とか自分の好きな分野に関してですね、9歳までアメリカに住んでいて日本に帰ってきてからどんどん語学って忘れるんですよね、使わないと。でそうすると英語がもう流暢に話せるバイリンガルの方とか見ていると、うわどんどん忘れていく自分のね、そのコンプレックスもあったりして、いいなとか私もなって留学したいなとかね、いろいろそういう感情は芽生えるわけですね。なので本当に
好きなものだったり、あるいは昔からやってみたかったけどやれてないこととかっていうのは、そういう感情は動くんですね。全く、例えばですね、よくメンターのエイブラハムが言うんですけど、全然もう全く知らない人、見ず知らずの人から電話がかかってきて、もう二度とあなたに電話をしませんって言われたとしても、あ、そうですかって教えていただいてありがとうございますっていうことになると思うんですけど、すごい仲良い人とか結構気になってる人だったり好きだったりする人から、もう二度と連絡しませんって言われたらすごいショックじゃないですか。それと同じように、その感情があるもの、人、状態に対しては心が動くんですね。なんで何かを見てちょっとイラッとしたとか不快に思ったとか、例えばテレビを見ていてこういう接客とか、あるいは何かお店に行ってこういう接客に対して自分が少しもやっとしたりイラッとしたりとか、正義感じゃないけど本当はこうすべきだって思ったとするならば、それに対してどうこうっていうものよりも、自分がそれができるっていうことなんですよね。自分がそれをしたい。なので人に向けるんではなく、自分に対しての指標として使うと、このネガティブな感情っていうのはとってもね、いい風に活用できるので、そのネガティブな感情を抱いてそれを誰かに押し付けるとか、誰かにこうあるべきだっていうのは自分にとっても良くないことなので、それはまあさっとね、気づいたとしたら、あ、本当に自分がやりたいこと、本当に自分が得意なことは何なんだろうかっていうポジティブなものを見出すヒント、ツールとしてね、活用できたら自分にとってもね、いい形で自分の才能も発見できるし、生かすことができます。ネガティブなチャンネルに合わせたままだとすごくもったいないので、ぜひこのネガティブな感情をこういうふうにね、活用してもらえたらなぁと思います。さあ、ここで一曲いきましょう。 Fine Tune Radio with Rachel Chan. Today's track is Candelion featuring Graylin. The song is Hate Being Away From YouSaid you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart drop. Cause it's always been you and I. Give me one more try, this is messing with my mind. Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out.I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you.Like everyone else, we have our ups and downs. It is not just one mistake that made you think about what life can be like without me in it. I still thought it'd be you and I until we die. But I'll give you the space so you can figure this out.Sleeping, it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired
to just hate it being away from someone you just wanna hold on to. It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. Fine Tune Radio with Rachel Chan お送りした曲は Candelion featuring Graylin、 曲は Hate Being Away From You でした。さあコメントいただいてます。ビッグアイさんから、オーラカメラしてもらったら私もめちゃくちゃ紫だったよ、アメリカにいる時12年で8回も引っ越したよとシェアしてくださいました。一つ前の動画ですね、感情のメモリを上げてくれるツールタッチっていうこと。ああ、そうですか。紫ね、私今も紫のフリース着てるんですけども、大好きな色なんですよね。ああ、アメリカにいる時12回も、あ、12年で8回か、8回もすごいですね。どんなエリア引っ越されたんでしょうか。また教えてください。続いて、トコさん。わあ、久々に動くレイチェルさんが見られて波動アップ、澄んだ雰囲気でもチャーミング、まさに私の憧れです。あ、なんと素敵な温かいコメントありがとうございます。憧れだなんて嬉しいです。私のコメントにも丁寧に対応してくださり嬉し涙です。どうせ返すお金に変わりないんだから喜びにフォーカスしようという内容のお返事に納得、すべて循環ですね。モヤモヤが解消されました。メンバー限定のコンテンツ楽しみにしています。準備期間楽しんでくださいね。ああ、ありがとうございます。うん、嬉しいです。メンバー限定のコンテンツのかなりディープに行きますので、現所からもですね、いろいろご質問を受けたり、ま、現所だけじゃなくて本を読んだけどもこの部分が、ま、日本語で書いてある翻訳の部分があんまりわからないとか、この部分ちょっともうちょっと深く知りたいっていう場合はぜひね、そういったご質問にもねお答えしたいななんて思っています。あとはあの Vlog はそっちの方でねアップしようかななんて思ってたりします。楽しみにしていてください。そして和夫さんもねいろいろコメントくださってますけども、お気に入り、身につけるものではないけどもモーニングランの時に眺める桜、これにすっかり寄ってます。日の出のオレンジとピンクのコントラストが感動的で、散るまで会いに行こうと思います。あと数日かもしれませんが雨が降らずにいるので最後まで寄り添いたいです。あ、なんて素敵な表現、いいですね。やっぱりあれ朝日でしたかね、ツイッターの写真すごく綺麗だなと思って、オレンジ色がね、うん、さっき我が家のコーギー、マシャールとうちの夫とお散歩に行ってきたんですけども、八重桜がねまだ少し残っていて、で少しあの東京の方は数日雨が降ったんで散ってたんですけども、コンクリートにね散ったその桜の花びらもねとっても綺麗でした。今おそらく、まあ、編集前ですけども動画のこの背景に、ラジオの背景に使うのはその我が家のコギ、さっき行ってきたお散歩の写真です。続いてふみかさん、私のオーラはピンクと黄色だそうです。オーラってなぜ存在するんでしょう。身の回りはディック・ブルーナ、ミフィのオランダ人の作家さんですね、作者、展覧会で買ったものに囲まれています。いつかオランダ行きたいな。あー、いいですね、オランダね。うん、いやオランダ、私も一度も行ったことがないので行ってみたいなと思うんですけど、かつてオランダ領だった島々にはですね、この前あのエイブラハムクルーズでこのギリギリね、こういう状況になる前、旅がまだギリギリできた時にエスターたちと10日間のねクルーズ、カリビアンクルーズに行って、その島々がオランダ領なんですよね。だからお皿もねすごくね、オランダのお皿がすごく素敵で、あの友人たちに買って帰ってきたお土産がちょこっと割れてしまって、やっぱり飛行機の中でね包んだんですけどね、うん、ものによってはね、そうエグカップ、ゆで卵を入れるエグカップとかは
大丈夫でした。あとちっちゃなエスプレッソカップを親友のブライズメイドたちにあげたいなと思っておチョコ代わりにね買って帰ったんです。それは大丈夫だったんですよね。平らな角皿とかがね、うん、あ、そうだ、オーラってなぜ存在するんでしょう。オーラね、肌の色に近いと私は思っていて、もうそれぞれ人によって色が同じような色って言っても本当に千差万別なんですよね。で、それを人間が後からカテゴライズして、この色はこうですっていう風にカテゴライズ、国籍のようにね、この肌の色とかこの国籍はここに住んでるからこれですっていう風に後から人間がつけたものだと思うんで、その意味合いをね本当はあんまりつけずに、ブルースリーじゃないんですけど Feel, don't think ですね、感じようっていうのが一番近いのかな。で、 99.9% の本来の私たち、まあソースって言ったりしますしね、は意味とかもね、もちろんあの意味なくてもね、その意義とか感じてるとは思うので、うんね、feel でぜひね楽しんでください。続いてジーンさん、わー久しぶりのレイチェルさんのライブのお姿、テンション上がります。普段はファインチューンレディオは聞きながら朝の準備をしたりするのですが、今日は動画に釘付けです。あ、そっか、時差でね、あちらでは朝なんですね。わー、ありがとうございます。きっとこれ編集してアップされるのが夜に、日本の夜になりますけども、ジンさんはカリフォルニア朝ですね。素敵なね、いい一日をお過ごしくださいね。続いて、あ、初めまして、ラジオネームリキャリンと申します。あ、リキャリンさん、ありがとうございます。ポッドキャストの好きなともこさんでレイチェルさんを知りました。あ、うちの姉のポッドキャストで、あ、ありがとうございます。いろんな音源で瞑想をやってましたが、朝と夜の瞑想、レイチェルさんの温かいお声で今は続けています。瞑想は私にとって欠かせない生活、助けられてる気がします。あ、そうですか、朝と夜聞いてくださってありがとうございます。嬉しいです。そしてメンバーズクラブ楽しみにしています。レイチェルさんに出会えたことで世界が広がり感謝です。過去の音源も聞いてます。わー、嬉しい、ありがとうございます。リキャリンさん、これからもぜひいろんなね、あのコメントで交流していただけたり、ご質問とかねいただけたら嬉しいです。続いてパピーさん、やりたいこと、やらなくてはいけないことなど多々あるんですが、億劫だったりするとやらない理由や、やらなくてもいい理由を探してみたり、ついついネガティブな思考になりがちだったのですが、ただ一つやるべき理由を考えるだけですぐ行動に移せるようになった気がします。と頭では分かってるんですが、まあ悩むこともありますね。あ、大丈夫ですよ、うん、人間だもの。なんでその瞬間その瞬間、1ミリでも心が軽くなる思考を選んでみてください。一気にね、もうどうしてやりたいのか、いえいいみたいな、どうしてもこれをやりたいって、あのメモリをブワーって上げることは難しいね。必ず途中経過がありますからね、1ミリ1ミリずらしていけばいいと思います。でも今日レイチェルさんのお話を聞いて背中を押してもらってるような気になりました。そうそう、りょうすけくん、とまるさん、そばべさんとのイベント楽しかったです。またみんなで集まれるようなイベントを楽しみにしてます。あ、ありがとうございますね。そっちのライブとかもね、晩酌クラブの方でそういった飲みながら弾き語りライブで収録したものとかをご紹介したりとかできたらいいなぁ。ね、とまるさん今ね、金沢方面にいらっしゃいますからね。そう、ねぇ。うわぁ、でも、うだいさん、しかうだいさんとか、チェリストのね、うだいさんとも、しょうさん、そばべしょうさんとバラのね、やったりも、イベントもしてますので、またね、そういったミュージシャンの皆さんともね、やってみたいですね。ぜひそちらも楽しみにしていてください。ということで、今日はこの辺りで、また明日から、明日か明後日もね、アップしたいと思いますので、よかったら、まだチャンネル登録してないかもっていう方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。Fine Tune Radio with Rachel Chan. Thank you for listening. Bye for now.